はい、こんにちは。こんにちは。バンジョンのアコーディオンです。はい、バンジョン稲川です。アコーディオン柴田です。はい、だいぶご無沙汰になってしまいました。ね、皆さん、はい、おかわりありませんでしょうか。はい、元気ですかね。ね、コロナもね、だいぶ辛かった時期から、どうでしょう、春ぐらいから。そうですね。ね、だんだん演奏も普通に、戻ってきましたね、僕たちも。もう、普通にね、演奏、今してますね。最近ですと、まあ、名古屋、名古屋もね、もう何回かありましたね。それからオアシス、ああそうそうそう、あの、暑かった。暑かったですね。今年の夏は暑かったですよ、はい、長かったしね、はい、うん、それからどうでしょうね、浜松のジャズウィークというのがありましてね。ありましたね。ありましたね、はい、その時はね、あのテレビの取材が入りましてね。入ってましたね、はい、あのテレビで放映されるということで、はい、ジャズウィークはあの、うん、2年半ぶりっていうことですね。そうですね、はい、僕たちもそこの場所は2年半分ぐらいで ね、演奏をしました、はいはい、まあ、でもね、まだまだちょっと規制があったりはしても、ね、でもだいぶね、あの、はい、活気が出てきた、ね、はい、そう、人もね、だいぶ多かったです ね、うん、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ということで、どうでしょう、この後近いところだと。そうですね、うん、愛知県の岡崎市というところがあるんですけど、こちらはね、何回かねコンサートに呼んでいただいてるんですけど、はい、11月27日にですね、7、はいはい、カルジーナの森というところですね、うん、もう本当地元の方は皆さん知ってる、うん、なんかだいぶでも全国からお客さんは、ね、そうですね、いらっしゃるみたい。すごい人気のねお店なんですけど、うんうん、そちらでコンサートがあります、はい、とっても素敵な庭があって、はい、11月の下旬というのに、はいはい、夕方から屋外ライブというね、はい、ストーブが出してくれるそうですけど、そうそう、あ、そうそう、なんかランタンをたくさん並べて、はい、たくさん、なんかね、本当にこの間ちょっと見せていただいたのが100年くらい前のランタンがね、うんうんうん、持ってこられていたんですけど、はい、 そうですね、そういうちょっと、ね、珍しいランタンとかもね、うん、出してくださる。そうです、なんかそれをたくさん並べて、はい、いい感じじゃないですか、ロマンチックな感じに ね、 そうですね、なるんじゃないかな。森の中でランタンっていう、はい、そうですね、とってもおしゃれなところなんでね、はい、もしよろしかったら。あ、どうでしょう、はい、チケットは。チケットがですね、うんうん、10月の25日から発売だったんですけど、うんうん、その前ですね、うん、なんと、2日ぐらいでですね、うん、もうほとんどああの売れているっていう情報は。あ、ね、あ、素晴らしい、はい、嬉しいですね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。はい、こちらももう2年、3年ぶりですかね。うん、まだ残ってるのか分かんないですね。残りあとわずか、あ、まあ、もしご興味があればね、はい、あのカルジーナの森に、はい、直接こちらの方に、ね、あのご連絡、ね、はい、いただければまだ残ってるかもしれない、はい、楽しみですよね。ねえ、私たちもね、だいぶ久しぶりの会場なんで ね、あとね、猫ちゃんがいるんですよ。あ、猫ちゃん、うん、はい、3匹ぐらいいるのかな、うん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 、いいですよ、うん、癒されますよ。いいとこですよね、はい、本当に静かな、あの、はい、バックはどうしよう、山みたいな感じ、森の中に囲まれた感じっていう感じ、そう、ちょっと田舎な、うんうん、でもいいですよね、とっても素敵なところなんで ね、 いいですよね、はい、ぜひあのお越しいただければと思います、はいはい、ということでね、夏もだいぶ暑かったのも、はい、今年は暑かったですよ、暑かったですね、まあ、本当に長く長い夏で、演奏もね、暑くてちょっと辛かった会場もあったんですが、でも、ね、でもいい経験してますね。いい経験ですね、はい、ということでね、だいぶもう涼しくなってきて、うん、もう本当に秋、そうです、ね、もう朝や夕はちょっと肌寒いぐらいね、でもこのぐらいの時期って気持ちいいですよね。気持ちいいですね、本当にね、うん、ということで、どうでしょう、今日はどこかちょっと近く、近場で出かけてみましょうか、はい、そうですね、はい、ね、じゃあちょっと行ってきます。はい、行ってきます、はい、ここは浜名湖のどの辺ですかね。ちょうどここに、うん、まあ、あの、まあ、ある神社がありましたね、はい、ここね、神社の中からこう海が見える、ね、あ、いいですね、後で見てみますかね、見てみましょうか、はい、ご飯とか食べる、ご飯ね、いいですね、ということで、何ですか、忘れちゃいけない、お、何ですか、それはいきなり客船山田錦というのプレミアムというまたこんなとこまで持ってきちゃったんですかね。
血の中より愛を持つっていうトラになって、あ、それ見たことありますよ。ありますよね。ここでトラさんカルタバイやってたんですよね。え、そうなんです。ここバス的にはどうなんですか。ここです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 。この道ですか。ここです。はい、この道です。すごいですね。すごい可愛いですね。さあ、どうです。はい。結構急ですよね、ここ。はい、ちょっと。見えますでしょうか。はい、見えます。こっち行くんですよね。の全然喋ってないですけど。そうだよ、真剣な。大丈夫ですか、落ちない、ね、全然大丈夫だけど、はい、戻ってきましたね。はい、戻ってきました。まあ今日はね、近場ということでいろいろ行ってきましたが、ね、はい、いかがでしたかね。今日充実してましたね。考えますね、考えね。考えね。はい。はい。はい、浜名湖周辺って面白いですよね。静かでね、いいんですよね。なんか今日もどうでしょう、なんかのんびりとした、まったりした感じでね、行ってきましたけれども、はい、はい、もうね、この時期は、もう毎週毎週ね、景色が変わってきます。あの、いいですね。日の光の色とかね、波の色とか、いいですね、いいんですよ。いいですね、穏やかでね、なんかこうのんびりと一日過ごしても全然大丈夫ですね。そうですね。まあ、このままね、世の中も、普通に戻ってそうですね、ことね、皆さんもね、いろんなところに出かけたりとかね、旅行、旅行はすごいみたいですね。みたいですね。うんうん。ということで、まあ、はい、僕たちの曲もね、バックに、流れていましたが、はい、いかがでしたでしょうかね。はい、まあ、この後もね、ライブいろいろやってきていく予定ですので、また、よろしかったらね、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。ぜひ 生演奏で生演奏でね、そう、生が絶対いいですよね。はい、そうですね、はい、ということで、またね、何かね、そう、どこかで、こちらで紹介できればはい、お会いしたいと思います。はい、じゃあ今日はアンジュ&アコーデンでした。